こんにちは、お肉です。今回はある DM が届いたので、ちょっと内容を読ませてください。失礼します。もう知ってるかもしれませんが、新しいコカ・コーラの CM に NiziU の新曲が使用されているのではないかと NiziU の中でちょっと話題になっているんですが、どう思いますか？その CM がこちらなんですけど、リマちゃんの声が聞こえる気がして、もしかしたらイングリッシュソングなのかなと思っていますっていう風に来たんですよ。はい、なのでちょっと皆さんとこれが本当にイングリッシュソングなのかっていうのをね、ちょっと聞いてみたいと思います。普段は NiziU の最新情報や考察や感想などをお話ししているので、チャンネル登録と早い情報が知りたい方は通知を取ってくださると嬉しいです。そして Twitter と Instagram のフォローも概要欄からお願いします。ということで、ついにイングリッシュソングかもっていうのがあるし、やっぱコカ・コーラって今まで使われてたのもテイクアピクチャーだったり、ちょっとノリノリだったりとか、私のね見解だと、やっぱコカ・コーラって海外の会社じゃないですか、っていうのももちろんあるんですけど、あともう一つね、一個気になったのが、前のコカ・コーラさんの CM ってテイクアピクチャーが CM ソングだったと思うんですけど、それも実はちょっと早くスポしてるんですよ。スポっていうのはなんか、なんて言うんだろう、ネタバレっていうのかな、なんかそういう感じでちょっとね出ちゃってるんですよ。なのでちょっとありえるんじゃないかなっていうか、かなり信憑性が高いかもしれないっていうふうに思うんですね。のでちょっと皆さんとこの曲をね実際に確認してみようかなっていうふうに思います。お仕事お疲れ様です。休憩ちゃんと取れてますか？え、わからない。ゼロ、のち、いい仕事、いいじゃん、休憩、あ、後味すっきり、コカ・コーラ、ゼロシュガー。お仕事、お疲れ様です。ありえるな。休憩、ちゃんと取れてますか？え、いやゼロ、のち、いい仕事、いいじゃん、休憩、あ、後味すっきり、コカ・コーラ、ゼロシュガー。ありよりのあり。待って、ちょっと待って、もう一回聞いてみるんですけど、かなりリマちゃんの声が聞こえたかもしれない。あのサビに入る前の英語ですね。わかる。しかもこれ全部英語だわ、確かに。待って、ミジューすごすぎ、ビビるんだけど。しかもあと思ったのが、フェスタでもないんですよ。フェスタもあの実際に USJ に行って撮ってくださった方いらっしゃったんですけど、フェスタでもないから、あるわ、もう一回。休憩ちゃんと取れてますか？え、いやうわ、ありそうすぎてどうしよう。え、イングリッシュソングかわかんないけど、ありそう。お仕事お疲れ様です。休憩ちゃんと取れてますか？え、いやあるね。なんかフェスタに聞こえちゃうんだけど、やばい。なんとかなんとかフェスタに聞こえちゃう、やばい。はい、ちょっとね聞いたんですけど、ありません。めっちゃある気がする。わかる気がする。しかも、ちょっとね、一個気になることがあって、私が知らない曲なだけかもしれないんで、ちょっと、シャザムっていうアプリがあるんですよ。なので、今回このシャザムっていう、その、ちょっと音楽が、例えばお店とかで流れてたりとか、どっかで流れてる曲とかをこうやって読み取ったら、出てくるアプリがあるんですね。なんか自分が気になった曲とかを、それで聞くことができるアプリなんですけど、それを一回やってみるんで、ちょっとだけ待ってください。はい、ちょっとねシャザムやってみたんですけど、出なかった。曲の検索結果が出なかったってことはかなりあるかも。まだこれ発売してない曲だなっていうのがわかりますね。なんか今まで結構有名じゃない曲とかだとしても、出た時は出るんですよ。だしコカ・コーラの CM だから、やっぱり有名な曲が使われてるんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱコカ・コーラと言ったら NiziU ですよね。なので NiziU ありますね。しかもどう考えてもリマちゃんの曲に聞こえ、リマちゃんの声に聞こえるっていうのと、あとリクちゃんとマコちゃんって結構そのサビを歌うこと多いじゃないですか。だからリクちゃんとマコちゃんの声とか入ってたらわかるのかなっていうふうには思ってたんですけど、今回はなんかちょっとフェスタ寄りっていうかノリノリの曲な感じだったんで、イングリッシュソングもかなり濃厚なんじゃないかなって思いますね。まあ、とにかくイングリッシュソングじゃなかったとしても NiziU の新曲だろうなっていうのはまず思ったのと、あとイングリッシュソングっていう可能性もかなり高いんじゃないかなって私の中では結論が出ました。まあ、これはねもちろんこの100じゃないし、これはもう 100% NiziU っていうことはないんですけど、ちょっとこの動画コメント欄に貼っていこうかなと思うんですけど、ちょっとコメント見てもなんかね NiziU のファンの方が結構コメントしてるんですよ。で、リマの声聞こえるとか、リマっぽいなとか、イングリッシュソングとかで何個か、まだ20件ぐらいなんですけどついてるので、結
構あるんじゃないかなっていうのは思いますね。やっぱり皆さんすごい本当に聞く能力とか調べる能力とかめちゃくちゃある方が本当に多いので、もうこの時点でこうやって言われてるってことあるんだろうなって思いますね。まあ、もちろん定価ピクチャーの時もあるので、うん、その前例をとっても今回新曲が使われてることは間違いないんじゃないかなっていう私の意見ですね。ただこれに関してはもちろん 100% ではないし、まあ、あくまでもねこういうことが言われてるよっていうことなので、皆さん自身のね感想も私のそのコメント欄から一回ね皆さん聞いてもらって、そうだなって思う方とかそうじゃないんじゃないかなと思う方いらっしゃると思うんで、ちょっとコメントに感想を書いてほしいなって思います。もうそうだとしたらもうめっちゃテンション上がるんですけど、ってことは次もまた CM があるかもしれないじゃないですか。って思ったら次はみーひちゃんも一緒に9人でと思うだけでめっちゃもう熱いし、やっぱり前回は前回で8人で頑張ったっていうね、その頑張った賜物の象徴っていうか頑張ったねそのものだったと思うんですけど、もう次はまた新しい気持ちで9人でねできると思うので、やっぱそこに関してはね20の強さだと思っていて、8人で活動してたことが決してマイナスだと思わないで、私の中ではまた9人で新しく初めての活動がたくさんあるっていう面ではすごく強いんじゃないかなっていうふうには思ってるので、うん、ちょっとワクワクしてきたなっていうのは思います。最近やっぱ TikTok とか、まあ、二重スカウトとかすごい楽しみなこと結構あるんですけど、その中でもこうやって新しい情報っていうか、なんかもうまた次をね見据えてきたなっていうか、もう次だなっていうのが見えてきて、もう本当に楽しみになりましたね。イングリッシュソングがもし出たとしたらどういうイベント形式とか、今回みたいにミーグリやるのかとかは全然わからないんですけど、もうね妄想が膨らんじゃう。二重のいいところって全然まだわかんない情報とかで本当にねその当てることができるのもね宇宙すごいなって思うんで、ちょっと20の新しい情報を待ちたいと思います。はい、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、はい、今回はね DM でいただいた情報だったんですけど、 DM も全てはねやっぱお返事できていないんですけど、そうやって結構今の部屋にあったよとかそういうことをね送ってくださる方が結構いらっしゃって、もうめちゃくちゃありがたいですね。やっぱ私一人だとなかなかわからないこととかも全然あるので、なんかお肉さん何々出ましたよとか結構ね言ってくださる方いらっしゃるんですよ。で、あ、そうなんだ楽しみだなとか、しかもなんかその20の公式から出たこと以外でね今回みたいに送ってくださる方とかも結構いらっしゃるんで、今回もすごいなんかワクワクする情報だったし、これからが楽しみになったので、ちょっとね本当にいろいろいつも送ってくださる方に感謝しかないなっていうふうにも思いましたし、皆さんとこうやって考察とかなんかこれからどうなるんだろうなっていうのをね考えれてる今、もう今日天気もいいしもう気分がねとにかくいいので、うん、もうすごい高いっていうかもうテンションがかなり上がってきました。今日も一日素敵な日にしましょう。もうちょっと夕方だけど、そんな感じです。